恐れる赤い髪の不良オニセタイガ、ヘタレでビビリな女子高生小暮奈緒。放課後体育館裏で待ってる。結婚前提に付き合ってください。奈緒、それどうした？あ、もらった。校長先生に。行ってきます。いってらっしゃい。家まで抑えられてる。ごめんなさい、本当に好きな人が。友達になってくれないか。告白の花束。小暮の分も作ってきた。手作りのお弁当。返信来ねえ。夢を持ってること、怖いと思ってたけど。なんだこれ、ダメだ。君とごめん、オニセ君と西垣さんを見てると変な気持ちになって。小暮が困ってるの分かってんのに。初めての恋はすれ違う。ゲンナラ、暴れないでよ小暮。オニセ君、命かけても守ります。命かけてって死んだら守れないだろ。自分の気持ちにはビビんなくていいんじゃねえの。伝えたい初めての気持ち。オニセ君、ハニー。幸せすぎてバカになりそう。